った子供はその後どうなったかっていう面白い本を書くんですけども、このそういう同調主義社会に対してどう戦うかというお話からお願いします。もう時間もありないですよね。5分ぐらい。あとこれだけも言いたいと思ってたんですが、まあ今映画も撮ったりもしてます。まあ本も書いたりしてます。それで、例えば映画監督、特にまあドキュメンタリー系がそうかな、集まった時、まあ、ほぼ間違いなく全員が安倍政権を批判します。あるいは、まあ、映画監督協会ってありますけど、そこもそうですね。映画監督も皆さんまず批判します。あるいはじゃあ、ノンフィクションライター、あるいは、戦場者写真家、戦場旅行ライター、まあ ほぼ全員そうです。なんで誰が一体支持してるんだろうって、ちょっとみんなで不思議になりながら叫ばれるんですけど、でこの間こんな話を吉岡忍さんにしたんですけど、なんでなんか僕の周りはみんないわゆる満載と言えばいいのか、武蔵野と言えばいいのか、売国とか被告人かとネットで書かれてる人ばっかりだけど、なんでだろうねって言ったら、今頃何言ってんのかなって、どうしてって聞いたら、俺たち現場見てるじゃんと言われました。現場に行く、キャタピラで潰された女性の死体を見る、あるいは焼け焦げた子供を見る、泣き叫ぶ父や母を見る、そういうのを見る、聞く、体験する、それした上で国益がとか、ね、集団的な安全保障がとか、まあ、発想は全く浮かぶはずがない。まあ同業仲間でも、ね、若干例外ないわけじゃないですね。あの文春の写真家の宮島さんとかね、まあ、桜井よし子さんとか、まあ、でも桜井さん現場行かないですからね、大体講演会場ばっかり行ってますからね。だから賛成する人は要するに現場行ってない人ばっかりです。でももちろん一般の方もなかなか現場には行けない、だから、読んでください、見てくださいということをまずは言いたいんですね。きっと来れば絶対それはもう変わりますけど、なかなか行けないですからね。だからできるだけ僕らも、それを伝えるようにしたいと思ってます。で、じゃあどうすればいいのかっていう話ですけど、まあ今日何度も使ってる集団化ですけど、これ要するに同調圧力ですね。集団というのは群れですから、みんなと同じ行動したくなるわけです。イワシとかムクドリの群れなんかそうです。一つの生き物のように動きます。で彼らは本能的に動きを察知して同じように動きます。でも人間はそういったまあ感覚はもう研ぎ澄まされてないです。代わりに言葉を持ってます。だから言葉が欲しくなるんです。集団化が進むと、それもまあ為政者ですね。前へとか右へとか左へとか、でそれに従って動きたくなると。でそれに従わないものはなんかこう異物ですからね、排除したくなると、そういった傾向が進む。集団というのはこれはもうね、人間は切り離せません。まあ、集団を要するに共同体とか、ね、そういった言い方をすれば、僕だってそうです。誰もがいろんな集団に帰属しながら生きてます。人間はそういった生き物なんです。一人じゃ生きていけない。でも集団に対してやっぱ自覚性を持った方がいい。時折集団は間違います。とてつもない間違いを犯します。自分の間違いであれば大したことはないけど、集団は大きな間違いを犯します。それをそういう、つまり歴史認識です。しっかり歴史認識を知った上で、じゃあ集団の中で集団化が進んでいる時にどうすればいいのか、みんなが右を向いている時にちらっと左見てください。あるいはみんなが前に進んでいる時にちらっとこう後ろに半歩ぐらい、あんまりここで派手にやると異物になっちゃうんで、ささやかでいいです。でもささやかにそういった動きをすれば周りに伝播します。でそれがまた伝わります。どんどん変わっていくはずなんです。まあ、今日多分ここに来てらっしゃる方は言われるまでもなくね、集団とは違う動きをする方ばかりが集まっている。だからまずは皆さんがね、まあ、今幸いなことにいろんなメディアがありますから、それを使ってどんどん発信して、違う見方があるぞ、こう見たらこう見えるぞ、そういったことを伝えれば、きっと変わるはずです。それによってだからそれを変えないことにはね、たかが安倍ごときを下ろしたところで変わらないですね。また次の安倍が現れる。そうじゃなくて、僕ら自身が変わるべきなんです。もう一回言うけど、皆さん変わらなくていいです。皆さん十分変わっている。だから、周りにそれを伝えてください。以上です。集団化の問題っていうのはやっぱり、例えば東芝の不正経理なんかもその一つの表れですよね。だから歴史認識っていうのはもちろんその、戦争の歴史、戦後の歴史を勉強するってことも当然ですが、いろんなところにやっぱりいろんな歴史、失敗の歴史があるわけですよね。
で、証拠もなく集団としてとてつもない誤りを犯す、あるいは勇気を持って内部告発をした人をパージするみたいなことがある。 そこら辺やっぱりこう集団が一体化するってことは実はその犠牲も出すし損もするしやっぱり良くないんだみたいな、こうそういうこうちょっと長い時間軸のあるいは広い視野の、議論をしなきゃいけないということを感じまして、あのやっぱそういう呼びかけをですねしたいと思います。では、青井さんからお願いします。今日はあの金上先生から無意識の問題としての救助と長時間の問題としての救助というお話をいただいて、またその点については私も考えてみたいと思うんですけれども、それと同時にですね、救助ってあの仕組みを作ってきた論理、鉄道鉄尾論理のお話にしてきたことによってこの限界を定めてきたっていうところをやはり私が強調したいと思っていて、そのあるかないかと1か0かっていうことを測れる限界点としての救助という意味で言うと、この夏あるいは昨年一昨年の閣議決定の時点でもう田が剥がれちゃあの外れちゃってるんですよね。外れてしまったと、あれは違憲だったと、安保法制違憲であるということは、これはあの言い続けなくちゃいけないんだろうと、1か0かで測れる世界のお話、理屈の世界のお話なのにこれを取り払ってしまって、そんなことしていいわけがないと。だからその何でしょうね、この言い続けなくちゃいけないということは今年より一層大きな声で言わなくちゃいけないと思っています。で、そのそしてですね、これはあのまた何らかの機会に唐谷先生にも伺いたいなと思っているんですけれども、どちらかというとここにおいでの皆さんもそうなんじゃないかと思うんですが、なんでこういうようななんかドロッとしたようなものがずっと続いているんだろうと、こう瑞穂の国のとかですね、天皇をいただくとかですね、そういうことも含めて何かこう理解できないようなその起源説とか言い出したりとかですね、八甲一湯と言ったりとか、そういうようなお話っていうのは何かそれこそこう無意識の世界のうちで、あの無責任の体系じゃないですけれども、ずっとあるんじゃないかって、これが私たちが今7月までに戦わなくちゃいけないものなんじゃないかっていう気がするんですね。そのなんだか分かんないもの、正体が捉えられないものがずっとあって、これをちょっと超えないと、この壁を超えないと 50% 以上にならないような気がしています。救助のお話、その無意識の問題としての救助という側面もあるかと思うんですけれども、逆向き 逆の方向からといいますかね、文化の中にずっと沈殿してきているような立憲主義とか民主主義とかそういうこととは全くベクトルの違うもの、これの正体を暴くぞということで7月に頑張ってきました。この嫌な時代に対抗するために、まあ、嫌な時代がそもそも何なのかということをもうちょっとだけお話ししたいんですが、そこの核心にはこの男性中心の社会だということはあるというふうに思っています。そのことの意味なんですけれども、男性らしさ男性性と女性らしさ女性性が非常に確固たるものとして日本社会にできていて、それは男性がみんなそうであるという意味ではなくって、あるべき男性の姿というものが日本社会にあると思うんですが、そのあるべき男性の姿の中には父親というものがとても希薄なんですね。先ほど母親ってことを私は申し上げたら、未来に対して責任を持つのは母親であるという社会的な通念があるから、母親が子供の子ということはみんな納得する。でも父親として男性が語るってことはまだまだ珍しいことになるわけです。なぜかといえば、戦後の日本社会の、男性の在り方はこう 家のこと家族のことを顧みず会社で一生懸命働く人こそが非常に男性らしい解消になる人だというふうに、称賛されてきたことだったからです。となってくると、私たちがこれから作り上げていかなきゃいけないのは、男性が父親になっていくこと、未来に責任を持つ親になっていくということを男性がより強く認識していくことが、とても重要なんじゃないかなというふうに思うわけです。で、逆にですね、
先ほど家族の話してましたけど、これから本当に家族はターゲットになってきて、もう試し会見とか言われる中に24条の会見というのはかなり可能性というのは高いと思うんですけれども、家族の中の母親は確かに未来に責任を持っているけれども、やっぱり犠牲の上に、母親の犠牲の上に成り立っている日本の家族はとても多いと思います。で、母親が犠牲になって家族を回して家庭を回していく、でその家族が国家の犠牲になっていく、ある種の犠牲の入れ子の構造ができてしまっているわけですね。となってくると、私たちが国家に絡め取られないためには、やっぱり家庭の中にいる母親が犠牲にならない、母親が犠牲にならないためには家族のみんながみんなで平等になっていく、その子の尊厳が尊重されるような家族の在り方をそれぞれが目指していくということが、とても重要なんじゃないかなというふうに思うところです。で、これは身近でできることでもあるしと言いながら、先ほど葵さんがおっしゃったように、まだまだ実はできていないところにありますので、やっぱりそういったことをどうやってお互いが尊重できる、夫婦もそうだし親子、親が子供を尊重できるか、やっぱりリスペクトできるような関係を家族の中でまず築かないことには社会全体にもいかないと思いますので、そういったことをしていけるような、またみんながそうできるような社会になったらいいなというふうに思っています。では白浜さん、嫌な時代をどう跳ね返すか、僕からは2点提案をしたいと思います。1点目はですね、参院選の話です。いつまでも本気で勝つと言い続けることですね。まずこれが一つ必要だと思います。それは何でかっていうとですね、正直言って野党共闘してじゃあ選挙に勝てますかっていうと、決してそういうわけではないんですよ。でこれは今までの得票率とかを見ていても、本当ここだけの話にしてください、よそで言うと負けるんだっていうふうになんか気持ちが落ち込んじゃうんで、ここだけの話にしてほしいんですけど、実際データを見ていけばそうなんです。そういう中で現状は厳しい、しかも、今回改選になるのはもともと野党勢力っていうのはかなり政権議席を持っているものが改選になると、そういうことを考えていくと、決して、この先っていうのは甘くないんですけれども、さっきもちょっと言いましたけど、やっぱり言葉をどういうふうに発していくかっていうことで本当に社会っていうのは作られると思うんですよ。でこれは僕ら夏ずっと言い続けたのは本当に止めるっていうことを言い続けましたと。で本当には止まらなかったかもしれないですけれども、あの時の安保止められなかったっていうことでそれで終わりっていうことではなくて、その次に続いていったと思うんですね。そういう意味で私自身がどういう言葉を本気で発し続けるのかっていうこと、これは、空虚なことかもしれないけれども、非常に大きな力を持っているっていうのは間違いないことだと思います。そういう意味で皆さんにももしかしたら頭の中に最悪のシナリオっていうのは、それぞれ皆さんあるかもしれないというか、僕はすごい最悪のシナリオしかいつも思いつかないんですけど、そういう中でもきちんと勝つんだってことを僕は言い続けていきたいと思っています。それが1点目です。でもう1点はですね、表紙抜きをするかもしれないんですけど、あんまり選挙に一喜一憂しないっていうことが僕大事だと思ってます。でそれは何でかっていうと、選挙で決めるってことっていうのは、非常に脆い側面っていうのがやっぱりあると思うんですね。で例えば、今、でしたら、安倍総理が言っていることに対して、いろんな皆さんがその本質っていうのを見抜いて、それを阻止しようっていうふうに動いているかもしれないですけど、やっぱり不安であったり集団化っていうことを今日森さんが話されたことっていうのは非常に重要だと思っていて、例えば、パリのテロとかを僕は典型として思い出すんですけども、そういう、この社会に対して大きな不安が訪れた時っていうのは、この社会っていうのは一気に流されてしまうと思うんですね。そういう意味では選挙で一回勝つか負けるかっていうところだけじゃなくて、そこで、どういうふうにそういう不安であったり恐怖であったりっていうものに対抗していくのかっていうことを私たちは考えていかないといけない。でそういう時にやっぱり簡単な言葉に流されちゃうと思うんですよ、不安だったりすると。だからそこできちんと理性を持っていないといけないと思うし、嫌な時代を、どう跳ね返すかって話してました。嫌な時代、ここが20年続いてる人としたら僕はずっと嫌な時代を生きてるんですね。希望のある時代っていうのがどんなものなのかっていうのは分からないわけですけど、もしかしたらここにいらっしゃる皆さんは、過去と照らし合わせて、そういう嫌な時代じゃないものっていうものを頭に思い描くことができるかもしれません。しかしやっぱり時代の進行の中で、今までの、枠組みの中で考えていてそれに当てはめようということをしてもダメだということが、これ明確に今分かってきている状況だと思いますので、
そういう中ではやっぱり私たち自身が何をその先に思い描くのかということを考えないといけない、そういう意味では選挙で一喜一憂するんじゃなくてその先の社会にどういう姿を思い描くのかというところをきちんと思考していかないといけないと思います。以上です。ありがとうございます。じゃあ、進行委員の時間は終わりますけど、最後に一言私がまとめの言葉を申し上げます。安倍政権はもはや結構ピンチです。大臣のお金の問題もあるし、経済大混乱、株価下がってる。そして、明日もし宜野湾の選挙で現職が負けてそのオール沖縄が勝てば、官邸にも相当激震が走ると。要するに権力者って絶頂に達したらそこから没落が始まるっていうのはこれ歴史の法則なんですけど、私たちは決して悲観する必要はないと思います。嫌な時代ですけど、やっぱり言うべきことをきちんと言っていく、そして動くことによって政治が変わっていくという、お互いの確信を今日は改めて、共有してこのパネルディスカッションを閉じたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。この夏の運動を振り返りながらきっと聞いておられたかなっていうふうに私も思いました。私も聞きながらこの夏どうして自分がママの会に関わってきたんだろうと振り返りました。振り返る中でやっぱりそれは自分が女性として政治に関わっていかなければ日本が変えていけないからじゃないかなっていうふうに感じています。私は保育士をしていてたくさんのお母さんや子どもたちと毎日関わっています。その中で本当に日本の中にある貧困問題について考えたり、どうしてお父さんが迎えに来るとみんないいお父さんだねって言うんだろうと考えたりしています。やはり保育園にお父さんが迎えに来ても当たり前じゃないかっていうような気を作っていることが今の日本の国民に感じました。それではここでお忙しい中今福島から駆けつけてくださいました社会民主党の吉田忠智さんをご紹介いたします。どうも皆さんこんにちは。社会民主党党首の参議院議員吉田忠智です。今日は福島に講演に行っておりまして遅れて申し訳ありません。一人が何役もこなさなきゃいけないもんですからこの時間に当たりました。いよいよ憲法が変われる2016年、政治決戦の2016年の幕開けであります。皆さん共に粘り強く戦おうじゃありませんか。昨日安倍総理の施政方針演説を私も聞いておりまして、あまり大臣のことで開会が遅れたんですが、随分挑発的な発言をしていました。建設的な議論をしよう。何が建設的ですか。憲法53条違反で臨時国会も開かずに逃げ回ってたのは本人じゃありませんか。一箇所具体的な例で気になったのはネパール大地震の災害救援のことで自衛隊が派遣をされて活動したことを挙げておられて、そしてなんか戦争法を正当化するような話をしてるんですね。
それくらい戦争法律には説明つかないもんだということが昨日の総理の演説では明らかになったんじゃないですか。そして甘利大臣の問題、私も文春の記事を隅から隅まで読みましたけど、あら、握られませんね、明らかに。あ、選挙区所管の方、政治資金規正法違反、本人は今ダボスに行っております。でおそらくは官邸で今一生懸命日本中のずる賢い弁護士を集めて、なんとか切り抜ける道はないのか、今やってるんじゃないかと思います。26日から28日まで衆議院参議院で代表質問が行われまして、29日から衆議院の予算委員会が始まります。おそらくは28日までに本人は調査の結果、なんか自分の記憶について検証するとわけのわからない記憶してるかどうか、してるかしてないかだけの話です。あ、すみません、まあ、いずれにしてもその甘利大臣の去就がこれからの政治動向に大きな影響を与えると思いますし、辞任に追い込んで、これは相当安倍政権の打撃になりますから、丁寧にお願いしたいと思います。で、報告、判決3点だけ。戦争法の廃止法案、今国会できるだけ早く、野党が少なくとも廃案で行動した野党5党が揃って出したいと思います。民主党と維新で2党だけで出そうとしていることですから、ちょっと働きかけてですね、野党5党で出したい、そういうふうに出したいと思います。2つ目、32ある1人区の選挙協力、候補者を1人に絞る努力、これどこが政党が悪いのと聞かれますが、全ての政党が悪いです。努力が足りない、社民党が悪いです。まだまだ努力が足りないと思ってますから、かなり選対委員長レベルで詰めに入りましたんで、選対委員長レベル、あるいは党首レベルで、これから一人に絞る努力を最大限していきたいと思います。そして最後、先ほど山口先生からもありましたが、宜野湾の市長選挙、まれに見る大激戦、投票箱を縛るまでの戦いで鍵を握ります。ぜひ宜野湾の市長選挙当選に向けて、皆さん直接感染せず声をかけてください。ギリギリまで共に今年一年頑張りましょう。ありがとうございました。吉田と忠智さん、どうもありがとうございました。おしまいに、私の方から閉会の言葉と行動提起を、合わせて、行わさせていただきます。参加者は今日の会場満杯になりまして、1300名の方に、お越しいただきました。皆さん長い間どうもありがとうございました。素晴らしいお話がいろいろ伺えて、市民連合で唐谷公人さんをお呼びして、なかなか難しかったという感じではないでしょうか。私自身も、唐谷先生を引っ張り出してこられた山口先生すごいなと思いつつ、立憲デモクラシーの会のシンポジウムに難しい話を市民連合でさせるかというふうにちょっと思いながら、ただ結論としては結構楽観的な感じが、印象よくどこまで理解できたかともかくとしてありますので、その気持ちでいきたいと思います。で、山口先生の方からもありましたけれども、どちらかというとやはり政権批判をしている、政治学者として私自身も諏訪原君ではないですが悲観的なことを割と考えるんですが、ただやはりいろんなシナリオということを描きながら、参議院選挙に向かっていかなければいけないというふうに考えております。で、最近もしかしたらというふうにちょっと新年が始まって割と早くから思い出したのは、安倍さんなしの参議院選挙っていうのも考えなきゃいけないんじゃないかな、そういうふうに思っております。安倍退陣というのが実は夏の参議院選挙の前に起きる可能性はゼロではもはやない。そうなった場合、顔をすげ替えてなかったかのような顔して、嫌な感じがべったりついた安倍さんじゃない場合、そんな爽やかな人持ってこれるとも思えないですけれども、
しかしながら、そういったケースも考えつつ、もちろん安倍さんでダブル選挙を仕掛けてくる、そういったケースや、衆議院選挙を秋口からかけてくるとか、そういったようなケースも考えながら、我々として、戦争を廃止し、閣議決定の撤回を含む、立憲主義の回復、そして個人の尊厳を守るような政治を実現する、そういう市民連合として、皆さんと一緒に、やっていきたいというふうに思っております。唐谷先生のお話にも、ありましたように、私ども市民連合というのは国会前で、それぞれと森さんの話じゃないですが、はみ出している個性豊かな、人々が、しかし自分の頭で考えた結果、どうしてもこれはおかしいということで声を上げに、集まってきていた。そこが原点になっているわけです。総学会行動実行委員会、シールズ、ママの会、学者の会、立憲デモクラシーの会、そこの団体有志でやっております。ところがもちろんその我々みんな個性豊かですから、一緒にやっていくだけでもなかなか大変なところが正直ございまして、いろんな各地 の運動隊の方々から何をしているんだと、もっといろいろとやりたいから、やってくれということを言われるんですが、よく申し上げるのは、市民連合というのはとりあえず存在するだけに意義があるので、もうちょっとお待ちいただきたいというふうに申し上げております。私たちの、狙いはもうただ一つ、国会前に集まった我々市民の声を、その集会を議会に反映させること、議会を正当な我々の代表者として、作り上げるということになってくるというふうに思います。もちろんそこで終わるわけではなくって、そういった取り組みというのは選挙を超えて、ずっと続いていくことになるわけですけれども、何よりもやはり大事なのは投票率を上げていくことだと思うんです。今本当に最近直近の、2014年12月の衆議院選挙で 52.7% まで落ち込んでおります。2000年から考えて国政選挙、数々行われた中で 70% に迫ったのは2回しかありません。それは、小泉さんの劇場型の郵政民営化選挙、そして2009年の政権交代が、実現した、その選挙、その2回だけなんですね。それに匹敵するようなうねりを作って、野党共闘で、きちんと我々の民意を体現するような、そういう野党連合を市民連合、皆さんと一緒に作り上げて、後押しをして盛り上げる選挙を作っていこうじゃありませんか。取り組みとしては、先ほど吉田さんの方からも話もありましたが、戦争法の廃止法案というものがこの国会で、きちんと提出をされて、野党が協力する形でそれをしていく、その実現を我々は働きかけていきたいというふうに思っております。そして2000万筆署名、今日も、お帰りになる前にまだの方はぜひ、やっていただきたいんですが、そういった形で目に見える形で我々の声をきちんと示すということをやっていきたいというふうに思っております。そしてできるだけ早く、今我々も焦る気持ちを抑えながら取り組んでいるのは、具体的なケースとして1人区で野党統一無党派の候補者を、こうやって我々市民連合は協定を結び推薦するんだということ、そういった形を例えば熊本のようなところからやっていきたいというふうに考えております。できれば近々そういったことが発表できればいいというふうに思っていますので、ぜひ応援をお願いします。もちろんこういった取り組みは、熊本にとどまるものではなく、衆議院の補欠選挙が北海道の5区でもございますし、あるいは鹿児島、あるいは石川、いくつかの県でやろうと思えばできる。きちんと野党が話し合って、そして、共闘する、協力する枠組みを作る、そういったことを我々の市民社会からの後押しで実現していこうではありませんか。今日は長い間なかなか難しいお話も含めて、ご清聴くださり本当にありがとうございました。ここからさらに大きなものに続けていきたいと思います。